未だに駅の中で迷うんだよね。俺はもう電車は使わねえから、その心配はない。かくれんぼ、僕たちの勝ちだね。こんなに楽しかったの久しぶり。僕、陽介っていうの。また遊んでね。神隠しとは関係なかったみたいだね。ただ遊んで欲しかっただけか。いや、神隠しはなかったのかい？やっぱりただの噂か。再開発で建て替えられたビルだ。今は地上階しかない。知ってるか？改装前は地下なんだ。そういえば有名な都市伝説があったね。確か赤い服を着た女の化け物が出るとか。この地下内に降りる階段があるらしいんだ。夜中にビルの通路を一人で歩いてる。普段は見たこともない階段があって、そこから降りた者は誰一人帰ってこれない。友達が興味本位で調べに行って帰ってこない。ほう、調べてみるか。行くの？ただの噂だよ。汚れっていうのは元は人の情念だ。有名ならそれだけ多くの強い情念が集まって、それがたまりにたまって汚れちまうこともある。どこかに入り口がある。
普段は見えないだけで、どこかに地下街へ降りる階段。こんなところに妖怪？こいつが入り口を隠す。お次は赤い服の女探しだな。あんまり楽しいイベントじゃないね。女の声あ、なんだこれ。で進むしかなく。ここは赤い服の女が支配する空間だ。あの女の服はなんだ。歓迎されてるのかな。どこかで俺たちを見てるのか。他を探すぞ。帰れないってのも噂じゃないってことだな。やった。殺された奴らも浮かばれるだろう。女が消えてあの地下街も消えちまったか。思った通り、噂があの場所を生み出したみたいだな。そんなことあるんだね。悪い噂ってのは強い負の力を持ちやすい。それが汚れになるんだよ。悪い噂ほど人が好むってのも原因の一つだがな。女の服を赤く染めた人もこれで浮かばれた。あの女を倒してくれたおかげで自由になれたよ。
これで少しは戦えるな。いけそうだ。メモにあった団地はここだな。どこかにシートがあるはずだ。探してみる。あそこ嫌がった。一旦もめんのやつめ。あいつはこっちを気にしていない。あとは動きが止まるまで全力で追いかけるんだ。ダメだ、逃げられたな。元の場所に戻ってみるか。案外いるかもしれないぞ。
俺の出番だな。モメのやつがいたぞ。今度は逃がすなよ。グラップルやグライドも活用してみろ。捕まえるぞ。こいつは使えそうだ。
ここだな。なんか様子がおかしいね。何かあるはずだ。調べよう。あいつらの仲間だ。やっぱり偽物だったってわけか。エリカって子を探しに来て敵に取り込まれたんだ。ずいぶん買いだめしてるな。二人で猫を飼っていたみたいだね。私の正体はバレたみたいだな。そういうことだな。じゃあもう騙し討ちの必要もないな。ここに閉じ込めてあげるわ。どこかにいるはずだ。探すぞ。ヘマをしたな。せめてここで取り返すわ。急いで。あそこ。くそ、リンコ、俺はお前を許していないぞ。私も許されるとは思っていないわ。でもまた一緒に戦うことはできるはずよ。ああ、そうかもな。お前次第だぜ。少しそいつを抑えておけ。リンコさんは返してもらうぞ。
外に出られた。リンコがいない、探すんだ。さっき見た公園と似てる。おい、残留思念があるぞ。リンクを切り離して逃げたか。リンコ様。